こんにちは、ちあこです。今日はですね、海外で働くプロバレエダンサーの一日密着企画です。今回の国はどこだと思いますか？ドゥドゥン、トルコです。トルコはですね、私的に未知の世界でございます。一番最初はチェコで働くプロバレエダンサーから始まり、ロシア、スウェーデンと来まして、トルコです。もうちあこチャンネルはですね、世界中を回ってますね。はい、ということで今回一日密着を撮影してくださったプロバレエダンサーはこの方、トルコ国立バレエ団でソリストとして活躍されている落合リゾさんです。リゾさん、こんにちは。ワンちゃんも一緒にありがとうございます。リゾさん、今回は撮影していただいてありがとうございます。ありがとうございます、千代子さん。いつもね、電話で楽しく話す、お話しさせていただいて ね、楽しいよね。そんな感じでリゾさんの一日をちょっと拝見したいと思います。はい、それではリザさんの一日密着、行ってみよう。間違えた、こうやん。朝です。カーテン開けたまま寝てます。めっちゃ明るいですね。そうなんですよ。お犬さんはまだ寝てますね。リッチャー起きて朝ゴロンしてますね。これゴロンゴロン。リザさん、これ何時ぐらいですか？朝これね、だいたい7時ぐらいですね。水道水って飲めないですか、トルコ？なんか多分飲めるんですけど、信じてないです。朝起きたら一番。これ朝ごはんですか？そうです、朝ごはんはいつも大体このヨーグルトドリンクみたいな、ケフィールみたいなやつを飲んで。あのね、お腹いっぱいになると動けないんですよ、私。すぐお腹出ちゃうし。お昼ご飯って例えばレッスンとリハーサルの合間に何か食べたりしますか？食べてます。チョコレートバーとか、あとはグレチカって言ってそばのみのおかゆを朝茹でてバレダに持ってったりとかはしますね、リハが長引いたりとかするときは。へえ、初めて聞きました。後で調べます。調べて、美味しいですよ。日本人の口に合うそばの味だから。へえ、それでなんかリザさんご自身で味付けとかしはるんですか？お醤油かけたりとか、もうそのままって感じですか？塩ちょっとかけるか、あとめんつゆがあれば、めんつゆかけると本当にそばの味がしますね。朝にビタミン C とかカリウムとかマグネシウム、カルシウムとか取るようにしてます。いろいろ飲んではるんですね。年ですからね。マグネシウム、もう30過ぎてますから飲まないと。いやいや。水の無駄かもしれないんですけど、海外あるあるでなかなかならないんですけど。海外の方がすぐ暖かくなりません？嘘、うちなんないんですよ全然。あ、本当ですか？だから本当にね、2、3分出しとかないと全然なんないです、暖かく。でも布団で、もうすごい怠け者なんで、布団大好きなんで、布団で生活できちゃう。ずっと寝てる感じですか？そうですね、お腹にパソコン置いてこんなになってますね。かわいい猫ちゃん多いですね。路上猫ちゃんっていうのかな、野生の猫ちゃんが多いですね。やっぱり街並みが全然違いますね。そうね、そうだよね、ヨーロッパとは全然違うよね、やっぱり。これはあれですか、これなんですか、日本の。これね、串本にエルトゥールル号遭難事件、船が崩れちゃう事件、崩れるというか遭難する事件があった時に、今の串本町とメルシンが姉妹都市っていうことで、そう、その友好関係のさっきは公園ですね、記念公園みたいな。リザさん、これ劇場に出勤中ですか今？そうです、タクシーで今は出勤してますね。やっぱりコロナがちょっと怖いんで。バスとかね、あれですよね、専属のタクシーだったら大丈夫かなと思って。これがペラハウス、劇場です。ちっちゃいけどね。これチケット売り場あります。あ、チケット売り場、毎日検温があって、
いやーなんか毎日じゃないですよ、やったりやんなかったり、ちょっとねカメラ回ってたから、あ、なんかちゃんとやんなきゃみたいな。舞台です、レッドカーペットです、お犬様のレッドカーペットが分かってるっていうもう道を、そう道分かってるんですよ、毎日出勤してるから。あ、毎日一緒に出勤してはるんですね。してますね、めっちゃ可愛いんだもんでは、パレードの中で休憩して自分の出番とか待ってたり、みんなでおしゃべりする場所です。綺麗ですね、1年目で渡します。あ、リザさんや男性主役の作品が多いちっちゃいスタジオ見てみましょう。スモールスタジオ、こんな感じですね。これはうちのプリマ様です。プリマ様なんと50近いんですけれども、ビールって感じかな。綺麗消えて見てるのが私ですね。3年目かな。なんとここでボケと見てたんですけど、3年目このプリマ様の役をやらせていただきました。ビッグスタジオです。こんな感じ、結構広いですね、広いです、天井高いし、窓もちゃんとある、そう結構広いし、めっちゃ可愛がられてます。行きましょう。ベースギビジマン、今は今何時ですか。かわいいでしょ。アルコドシミヤチューブ。日本に行きましょう。日本に行きたいですね、あなたは。日本に行きたいって言って勉強してるんですよ、彼女。男と女です。汚い、汚いからまた後日撮ります。こんな感じ、二人一部屋くらいかな。一年中あるクリスマスツリーです。片付けろよみたいな。去年からある。アイちゃん日本語上手、こんにちは。こんにちは。仲良しさんですか。こんにちは。ケイティも日本語ができます。仲良しです。もう一個舞台あるときに楽屋があるんですけど、ちょっと今舞台がやっぱり閉まっちゃってるんで暗くっていけないんですね。あ、またその舞台の時の楽屋は別にあるんですね。あ、別です。完全にもうちゃんとメイキャップできるように、あの机と鏡がちゃんとある楽屋が別にありますね。そう、劇場持ち劇場なんで本当に室内で全てが収まるっていう感じでした。これはレッスンですね。そう、大体2か3グループに分かれて、あとオンラインと選べるんで。あ、そうなんですね。なんか先生可愛らしいですね。あのね、クマのおじちゃんみたいな感じ、ポコーンってお腹も出てて優しいですよ、すごい。めっちゃ ね、 ね、昔はバリバリ踊ってたらしいんですけど、もう今はもう引退して丸くなって、性格も体型も丸くなったみたいなね。バレエ団始まるのって何時ぐらいですか。ね、公演ない時はだいたい11時かな。あ、あー、そうなんや。早くはない、そんなに。うーん、ちょっとシューズ忘れて、これ靴下です。なるほど、シューズ忘れはったですか。忘れちゃって、その後あ、やばいシューズと思って取りに行って履きましたけど。これ大きいスタジオですよね。そうです、これビッグスタジオです。これはドンキの初めてやる役なんで、この踊り子、そうだから振り写しをこの時はしてますね。振り写しをやってたんですね。振りだったんで。そうです、そうです。え、リハーサルってトルコ語ですか。うん、トルコ語です。みんなトルコ語しか喋れないんで。でもリザさん喋ってはりましたよね、トルコ語。いやー、挨拶程度です、もう本当に。いやいや、なんかタクシーのおっちゃんとめっちゃ喋ってはりましたよね。まあ、ちょっとは分かるようになったけど、ね、まだまだ、全然ですよ。このバレエ団にはリザさんは日本人一人ですか。うん、日本人一人だし、外国人が私だけです。全員トルコ人で。はい、まあ、ハーフの方とかはいらっしゃるけど、まあ、国籍はトルコです。あ、リザさんお誕生日ね。犬が起きちゃった。
はい、これも誕生日だいぶ過ぎてるんですけど覚えててくれて、あの全部準備してくれて、優しいですね。優しいね。もうあの接触、濃厚接触ですね。濃厚接触。でそのドンキのリハーサルが終わって、うん、大体いつも劇場が終わるのって何時ぐらいですか？ね、この時はドンキのリハーサル多分ね4時前には帰ってましたね。3時ぐらいまでだったんじゃないかな。でその後はお家でゆっくりして、そう、同僚とあのダラダラコーヒー飲んで夜ご飯一緒に食べたりとかしてますね。あ、そうなんですね。リサさん今トルコに住まれて何年目ですか？4年目。1月4年目。なんか文化の違いとか感じます？あ、でも私このトルコの前にエジプトにいたんで、やっぱりそうですね。そんなになんかめちゃくちゃ違うとかは感じないです。まあ海外長いからっていうのもあると思うんですけど、またちょっとそのお話はチアコレッスンの方でインタビューでちょっと詳しく聞かせていただきます、ね、はい、話そう今回はね1日撮影していただきましてありがとうございました。リザさんにはですねこれからあのチアコレッスンチャンネルの方で、あの先ほどねお話ししていただいたのエジプトにいらっしゃった時のお話とか、リザさんのバレエ人生について詳しくお話聞きたいと思いますので、はい、はい、そちらもよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました、本日1日密着を撮影してくださったリザさんにぜひぜひグッドボタンをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。